います。それは今事態がさまざまなことが生起をしているわけであります。南シナ海において、ある国がですね、例えば埋め立てをしているわけですね。その東シナ海の中においてさまざまな埋め立て行為を行っている等も、ございます。しかしさまざまな出来事が起こっている中においてですね、それを今具体的に、この法律の対象とするということについては、言及を控えさせていただきたいと、こう思うわけでございますが、絶対ないからどこでも行くということではなくて、いわばそれはその可能性があればですね、その可能性があればこの法律を使えるようにすると、それは将来50年、100年、1000年それが起こらなければそれに越したことはないわけでございました。安全保障というのはそういうものでございまして、自衛隊は創設以来一度も久保崎自衛権は行使をしていないわけでございまして、それはその可能性がないからではいらないのかということにはならないわけでありまして、いざという時に備えるということも大変重要であろうと、こう思うわけでございます。それと、米国以外にも、豪州ということを挙げたのはですね、今、あの時と比べてですね、格段にこれは、関係が進んでいるわけであります。それぞれ